コラ TV でーす。どうもー、はい、久しぶりにいつみくんが登場している。登場した元気かい。元気かい。はい、そんな今日のラブコリアはなんと3分間まるまる使っていつみくんについて話そうということです。わーい、これね、楽しみにしてました。悪い企画だよね、本人がいないところで本人の話しようっていう。ごめん、でも楽しいって。そうよ、楽しいっていう。じゃあちょっといつみくんについて3分間トークスタート。スタート。はい、3分間まるまる使ってね、我らがいつみくんのプリンスいつみの話をしたいと思います。ねえ、ちょっと全然会えてないから寂しいよね。 ねえ、この席まだ空いてますからね、いつみくんね。ここだったっけ、ここだったっけ、この辺だったっけ、この辺だったっけ、この辺だったっけ、あ、違うの、後ろかな。久しぶりに来たらここに立ってもらおう、ね、そう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 。はい、そんなわけでじゃあちょっと最近のいつみくんのインスタグラムとかでさ、うんうんうん、ちょっと喋ってしようよ。しようしよう。一番最初今の段階でね、なんかね、アップされてるやつでね、私ダンスのやつを見たんですけど、やっぱりね、ダンスとなるといつみくんやばいね。かっこいいね。プロだね。ね、プロだよね。全然雰囲気変わるね、本当にね。実際私たちね、あのハイフォーのね、ライブのバックダンサーをね、いつみくんがしてる時に見に行ったことあるんですけど、その時も一番オーラあったね、そう。ハイフォーの方ももちろんなんだけど、いつみくんのことめっちゃ応援しちゃったよね、なんかね。イェイイェイ、じゃあいつみとか、プリンスいつみとかって言ってました。はい、ね、まあ、それぐらいもうダンスに関しても本当にプロプロプロ、うん、まあ、プロだもんね、いつみくんはね。プロだね、プロだよね。もうね、そしてその時の、ね、服装とかすごくいいと思う。めっちゃおしゃれだと思った、うん、最近のいつみくんのね、服装ね、すごい超好き。なんかね、めちゃあれが出てるよ、あの韓国男子っぽいというかね。確かに、あのメガネもいいね。あとね、私が思うに最近のいつみくんちょっとウェッティな髪ブーム来てるよ、絶対。ええ？ウェッティ髪ブーム。あー、ちょっと束感あるじゃん、インスタとか。束感ある髪型、ほら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 。本当だ、寄せてる。これジェルワックスかな。ジェル、そうだね。なんだろうね、ジェルかな。まっすぐなんだけどちょっとワックスで真ん中に寄せちゃうみたいな髪型よね、これ。いつみくん怒るかな。嬉しいでしょ。ほら、猫ちゃんとかも出てきてるね。ワンちゃん、猫ちゃん、ワンちゃん、猫ちゃん、みんないる。動物のね、ちょっとアクリルもありつつ。あれ、あれは何、あれ、やられた、うん、これ、何これ、教科書に、教科書に、コーヒー、あー、これ別にそんな面白くないね。あ、なるほどね、うん、あ、基本的にね、いつみくんのプリンスのセルフィーがいい感じだね。そうね、かっこいいな、でもほんとやっぱ顔がかっこいいね、うん、こんだけいつみくんのことをね語っていますけれども、でもじゃあちょいちょいね連絡取ってるしね。ね、そう、お互いね、あの LINE とかでちょいちょい会話したりとか、まあ一応私韓国行くときは結構なるべくいつみくんと会ったりとかもしてるんだけど。ね、そうだよね、そうそうそう、タイミング合えばで私はばったり会うこともあるし、ね、日本来てよ、いつみくん、本当来てよ。久しぶり3人で高校野球部やりたいですよ。そうよ、まあ、プリンスいつみ、プリンスいつみ、プリンスいつみってちゃんと入れるとね、あのいつみくんのインスタグラム出てくるから、みんなもぜひ検索してみてください。チェックしてみてください。はい、ちょっと久しぶりにまるまる3分間使っていつみくんの話をしました。しました。いつみくん、さらげー、さらげー、せーの、ドンからの、かいばいぼ、うん。